イメラジオ第1510回、今日は平成30年2月27日水曜日です。時刻は午後7時、横浜港北、夜です。街はキラキラ輝いていますね。空は曇っていて、今日はお昼からあまり日が出ず、温度も上がらず、それゆえ夜になるとちょっと寒い。午後は緑道に走りに行きました。けれど、まあお日様の下で走るのと違い、曇天では。帰ってきてシャワー浴びて少し休んでると、午後7時、横浜港北、夜です。1510回目の夢ラジオ、今回はバンビニストの私学取り上げます。バンビニストの私学。エーミール・バンビニスト、まあ言語学では有名な人なんですが、まあそうでない限り知らないと。けれど取り上げてみましょう。私も言語学を専攻しましたから、まあこのバンビニスト、特にフランス語専攻で、まあそこそこ学部の3年生ぐらいだとフランス語も読めるようになってましたから、まあ、バンビニスト読んでましたね、フランス語で。比較言語学の人です。20世紀の人ですよ。メイエに師事しました。アントワーヌ・メイエ。このメイエという人はソシュールの弟子で、そしてそのメイエに習ったのがバンビニスト。ってことは、まあバンビニストはソシュールの孫弟子と言えなくもありません。フランスの言語学会においてはアンドレ・マルチネ有名なんですけど、まあマルチネとバンビニスト、こんな風にも言われますね。取り上げます。しかもそのバンビニストというのはもう言語学者なので、比較言語学の話が大半なんですけど、まあなぜか私学にも言及した。言語学者の中で私学に言及したというのは圧倒的にロマン・ヤコブソンなんですけど、まあバンビニストも。バンビニストの言語学でディスクールの言語学とよく言われます。ディスクールの言語学といえばバンビニストなんですよ。フランス語のディスクール、英語のディスコース、これは談話と訳されますね。だから談話の言語学、他に言説というような訳もあるんですけども、ほとんど使わない訳し方なので、ほとんど使わない訳語なので、まあ、談話と言っておきましょう。あるいはもうカタカナのディスクールがいいかもしれませんね。つまりディスクールっていうのは談話、
だけどその日本語で言う談話って言うとなんかペチャペチャおしゃべりみたいな感じがしますが、そのディスコールというのを言語学で言った場合、言語行為が行われる場、これを指すんですね。言語行為が行われる場、つまり、そうだね、君って偉いねのこの言葉でも場によって全く変わりますね。本当に誰かさんのことがすごいねと思って言っているかもしれないし、この言葉言ってるのにものすごくけなしている場合だってありますね。それは誰が誰にどんな状況で言っているか次第でしょ。そして実は私たちの言語行為というか言語活動ですね、私たちの言語活動の実は多くの部分でこのような場によっかかった表現をしてるはずなんですよ。ところがソシュール言語学においてはこの部分、つまり状況、言語活動の状況一般を視野に入れる、そういう言語学はソシュールでは語られなかった。ソシュールはラングとパゴルという二項対立を導入し、そしてラングのみを言語学の、研究対象とすべきである。そして今私がお話しているこの場というのはディスクール、パゴルに属しますね。そうするとソシュールによるとパゴル、あるいはディスクール、これは学問研究できませんと、ということで詐称されちゃったわけですね。捨てられちゃったと。ところが、まあ私たちの言語活動においてその場に寄りかかる部分が大きい以上、言語学がそれを考えないのはおかしい。それは確かにその通りです。ですからこのバンベニストっていうのはそのディスクール、それを言語学が取り入れようという、そういう言語学者さんだったんですよ。でこのパゴルとかディスクールと言われているもの、御用論というような言い方で今では一つの言語学の分野として確立されていますね。御用論。さて、そんな、ディスクールの言語学を提唱したバンベニストですが、まあ、彼がどういう私学を、まあ、展開したのか。ディスクールとイストワール、こんな言い方ですね。ディスクールとイストワール。ディスクールはさっきからお話ししていますが、それともう一個イストワール、この2つをバンベニストは対立させているんですね。そして私学なわけで、ここでは物語、詩はのけときますね。ここでは物語または小説、散文。その散文を語るときにディスクール、イストワール、この二項対立がある。バンベニストはこう言うんですね。ディスクールというのは語り手が談話するんですよ。僕は、あるいは私はという感じで、今ここにいて、この語り手がね。そして物語の結末がどうなるかなんかもわからない。そして複合過去形で、まあ、この複合過去というのはフランス語の動詞の時制、普通の過去形をフランス語では複合過去と言います。フランス語にはもう一個半過去
という言い方もあって、半過去っていうのは何々していた、ざっくり言えばこんな感じ、何々していた、まあ英語で言う過去進行形にあたると思えばいいでしょう。そして英語では普通過去形っていうのは規則動詞の場合 ED つけますね。でフランス語ではetre または avoir というその2つの動詞の後に過去分詞を置いて、複合過去形を作る。これは普通の過去形なの。そしてこの複合過去という時制を使って語り手が物語を述べていく作品、これがディスクールで、一方のイストワール、イストワールっていうのはフランス語でまあお話とか歴史とかまあいろんな意味になるんですけど、ここではもうちょっとそういう通常の意味で使ってないので、もうイストワールと言っときますね。それは単純過去を使う。単純過去というのはフランス語の動詞の時制に独特で、これちょっと英語にはないですね、ドイツ語にもないと思います。なんか単純過去、物語を語る、あるいは歴史上の話をする時にのみ使う、そういう過去形っていうのがあるんですね。だから単純過去形っていうのはフランス語初級文法を学ぶ時に一番最後の方に習うと思います。そしてこのフランス語で、読み書き話し聞きをやるとしても、単純過去で書く、特に日本人がね、フランス語ができるようになったとしても、単純過去で書くっていうのはまずないし、単純過去で喋るということもまずありません。で、この単純過去というのは物語を語る時にと申しましたが、その時語り手はもう全能の位置にあるわけですね。全て知ってますと。ですから、主人公を語る時でも彼または彼女、そして時制は単純過去で、そしてこの語り手を観察するように描いていくわけですね。で、主に近代的な小説、特に20世紀、そうですね、実存文学が出てきたでしょ。20世紀の真ん中あたりに実存文学が、あのあたりからこのバンベニストのさっきの区分けではディスクールの小説が優位になりました。つまり je、僕または私、それが過去を語るときは複合過去形で。ところが19世紀ですね、19世紀のスタンダール、あるいはバルザック前半ならね、あるいはビクトル・ユゴーもそうでしたね、そういう大河小説、あるいは写実文学っていうんでしょうか、ああいう作品においてはその作者がもう物語の結末まで全部知ってて、それを三人称の視点から語る、神の視点から語るという、その時に単純過去形が使われるんだと。20世紀になってサルトルがね、フランソワ・モリアックの作品を取り上げながら、小説家は神ではないのだから、小説家は神ではないのだから、語り手が視点をあっちこっちにずらしてはダメだみたいな批判をしましたね。フランソワ・モリアック氏と自由、この夢ラジオでも取り上げましたよ。まあ、ですから20世紀の小説では複合過去形が使われ、そして一人称で。ところがやっぱ19世紀の文学においてはまだそこまで文学理論が洗練されていませんでしたから。お話をするときにはもう外部から登場人物たちを神の視点で見る、そして語っていく方が大河小説語るときにはやりやすかったんですね。この
2つを対立させ、そしてそれぞれ違ったタイプの小説になる。そしてそこに、まあ、言語学者らしくと言いましょうか、動詞の時制という点で着目し、ディスクールとイストワールという二項対立を導入しました。バンベニストです。イストワール、単純過去形、そしてディスクール、複合過去形。まあこれは放送の中でも言いましたが、フランス語に独特の区分けなので、このバンベニストが動詞の時制に着目しながら語ったこの区分というのは、ちょっと普遍性持ちにくいわけですね。フランス語が分かればそうかなと。だからフランス文学に親しんでればなるほどとは思うものの、そうでない限りなんだそれで終わっちゃいますね。夢ラジオ第1510回、今回はバンベニストの詩学、こんなタイトルでお話ししました。窓の外、夜が更けつつあります。